県民に森林の大切な役割を理解してもらおうと、熊本緑の祭典 in 阿蘇が5月13日、阿蘇みんなの森で開催されました。大自然はみんなの友達をテーマに、会場では午前10時から森づくり体験や木工体験など、たくさんのイベントが行われました。式典は一宮中学校による和太鼓の演奏で始まり、塩谷よし子熊本県知事や松岡利勝農林水産大臣の挨拶がありました。皆様こんにちは。先ほどは一宮中学校の皆様たちの和太鼓、この和太鼓の素晴らしさがみんなの森すべてに響き渡り、素晴らしいオープニングが告げられました。実は私も小さい時から、まあ、中学生、高校生、大学生、ちょうどその時は、まあ、これ親の手伝い、家の手伝いで随分木も植え、また下草刈りのことを阿蘇では小払いと言いますが、まあ、これは小払いも随分手伝ってまいりました。挨拶に続き、碧水小学校6年の山崎光太君と渡辺貴則君が緑の少年団代表で誓いの言葉を宣誓しました。美しいところです。大自然はみんなの友達を合言葉にして、熊本の緑を大事に守り育てていくことを誓います。式典の最後には記念植樹も行われ、会場にいた人たちへ森づくりへの参画を促しました。